ダイムラー装行車は第二次世界大戦中にイギリス軍が使用した総輪装行車である。ダイムラー装行車はダイムラー偵察車を元に開発された。ダイムラー偵察車はリンゴという名で知られ軽量小型の偵察車であり捜索や連絡任務に用いられた。これを大型化しテトラーク戦車の砲塔を装備したものがダイムラー装行車である。 偵察者のように、それは当時最も進歩的なデザインのいくつかを取り入れており、第二次世界大戦中のイギリスで最高の走行戦闘車両の一つになった。試作車両は1939年に生産された。しかし、重量からトランスミッションに問題が起こり、1941年中頃まで戦線投入が延長された。2964両が、 ダイムラー社によって製造された。ダイムラー走行車は完全な独立喧嘩型装置を持ち、四輪駆動である。車軸内部の優勢歯車式の動力伝達機構は最低速ギアで非常に低いギア比を可能としている。起伏の多い不正地でも信頼性が高いことは、偵察と護衛任務には理想的だった。ダイムラー走行車は北アフリカの第11軽機兵隊を呼び、 ダービシャー連隊に属して戦闘に参加した。また、ヨーロッパでも用いられ、いくつかの車両は南東アジアにも送られた。放火力を向上させるため、ヨーロッパ戦線の若干のダイムラー走行車は、日本土方にリトルジョンアダプターを取り付けた。これは、後継前言の原理で砲弾を加速するものである。ダイムラー走行車は、 イギリス領土に配備された部隊で1960年代まで使用された。これは後継のコベントリー走行者より長く収益している。ありがとうございます。